上手ですよ。上手でこの車高です。この石像の方々も有名な方だと思うんだよね。すごい、めっちゃ頭ちょっと頭飲んだよ。なんかね、やっぱりベネチアってゴンドラだと思うのよ。まだゴンドラ乗ってないじゃん、うちら。じゃあゴンドラ乗り場探しに行きますか、うん、で、相場っていうのが80ユーロ。さあ、ゴンドラ乗り場にやってきました。80ユーロ。 80ユーロ。 OK。 グラッツェー。おー、ここだって。ビューティフォー。こっちの赤いやつだって。オッケー。まあ、ご案内いただいて座りました。 How deep is the water here? Small can I 2 meters? すごいね。すごい。さっきまで見てた海の真ん中にいますよ。水が近い。あ、そろたまんまだ。なんか、いろんな人と会話してるし、すごいね。いろんな人がいるんだけど、あの、漕いでる人、うん、その中でも私たちが選んだ方、すごいフォトジェニック。動画映えバッチリ。ありがとう。あ、お、繋がってる。繋がってるんだって。 Is it possible to park in the boat here? Is there inside the house? すごい。あ、なんか土地いい。とってもいいね。It's named the Church of Santa Maria de Miracoli. It's a beautiful, very good inside the church. あ、そう、大理石でできてるよ。It's marble. Marble? Marble, yes. Hey, Fernando. Va bien.私と同じ動きをしてくれました。橋の上の人が。ちょっとちょっとで、ね、あのバカにする。マグマ。Turn on the left。ああ。ああ。Here now is the protection. The glass. The party is to enter the water inside for the protection. ああ、水が上がってくると。ええー。まだ。俺ちょっと貫通をね、風にそばかすの夢を歌い始めました。ブワーサリナルー戻ってきました。最高の船乗りさんでした。シポスタリリグラッツェー。グラッツェー。Thank you. グラッツェー。チベディアモ。チベディアモ。プロシモアンノ。おー、もっとも。バイバイ。Thank you. Thank you. ベリベリファン。グラッツェー。とっても楽しかったね。めっちゃいい思い出できたね。嬉しかった。なるも、なんかもうちょっと イタリア語をあれ習得して、なんかもう超楽しかったとか言えるようになりたい。で、それ伝えられるようになりたい。私もで、ここはすごいにぎやか。移転しまして、ここはですね、今なんかいろいろ売ってるところだね。やばいやばい、すごいエプロンだな。クッキー、ピッツァが、ピッツァがいっぱい売ってる。なんか小腹空いたね。なんか買う？そうだね。なんか露店で良さげなとこないかね。買い物しに行ってみようと思います。すごい。サンタさんが怖い目つけてこちらを見ている。失礼します。すごいおしゃれな音楽が流れてる。
やってきました。こうやっておしゃれおしゃれにおつまみとかが並んでますね。あれだね、バケットだ、バケット。何頼むか。あ、これ食べたい。ゴルゴンゾーラ。いのち。いのち。調べてみようか。ナッツ。いのし。いのし。ゴルゴンゾーラいのしね。私はこれ。これは全く読み方が。何これ。待って、まずこれ何。なんでそんな難しいの選ぶの。やだ。なんか難しいの選んでみたくなる。フォルマジョ。フォルマジョ。クリームソー。ルコラ。ルコラだ。ルコラ。ルコラだ。フォルマッチョルッコラで伝わんじゃないの。フォルマッチョルッコラ、うん、すごいね、正直に調べんのね。クリームとロケットのチーズ。1ユーロと1ユーロだよ。1ユーロ、あ、2ユーロ。わお、上にもびっしり書いてあるんだね、うん、メニューが。じゃあね、ちょっと小腹が空いたので、うん、食べ物頼もうと思います。さっきのやつ覚えてる？なんだっけ、ゴルゴンゾーライノス、イノシ。私はね、ちなみにね、忘れた。ルッコラしか覚えてない。フォルマッチョ、クリームッソ、ルッコラ。ルッコラ。エクスキュース。エクスキュース。オーダーオッケー？オッケー？あ、なんだっけ？This is Gorgonzola Inossi. And...フォルマッチョクリームソー。最後まで言わせ、言わせくれよ。グラッツェ、グラッツェ。お客さんがくれました。グラッツェ、グラッツェ。無事買えた、無事買えました、よかった。外で食べますか。はい、はい、というわけで無事買えました、よかった。このバケット一つ買うのにどんだけドキドキしたか。和気あいあいとした酒場でしたね。もうね、本当に、うん、あの可愛い人かなってちょっと思ってたの。優しかった。じゃあね、なると私のなんだっけ、なるのが私のが思い出せ、ルッコラ。私のはゴルゴンゾーライノスイで、イノスイはナッツって意味らしいです。そう、らしかったです。じゃあ一口ガブッと。匂いはすごい美味しそう。本当に、いただきます。いただきます。うん、おいしい。ゴルゴンゾーラおいしい、おいしい。バナバナ、うん、てかすごい具沢山。すごいドキドキした、本当にドキドキした。バナ。じゃあお皿を返していきますか。うん、お皿返すのもドキドキするな。なんで、もう仲良くなったもんよ。はい、よかったね。チャオチャオ。みんなすごいニコ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 、とってもハッピー。 I'm happy。 ちょっとね、まだお腹が空いてるので、うん、ご飯にしたいと思います。ご飯、ご飯でね、ちょっとテラスの席があるこのお店にしようかなね。じゃあボス、飲み物手がいい、あったかいのがいい。メニューこんな感じ、写真がちゃんと載ってるから分かりやすい。うん、シーフードピッツァ？シーフードピッツァ is Veneziana here. あ、ベネチアナ。シー、ベネシーフード。ベネチアナ。Yes. Okay. ベネチアナ。Okay. グラッツェ。グラッツェ。来ました。カフェラテ。注文したのが届きました。ニョッキ。美味しそう。チーズたっぷり。こっちが魚介スープ。ペスカトーレですかね。ピッツァ来たよ。こんな感じ。すっごい具沢山ね。うん。大きい。甘じょっぱい感じ、おいしい。甘じょっぱい、うん、あ、シーフードおいしい。うまく巻いて、あ、ニョッキもうまい。耳すごいトマト。今日はどうだった？なんかでもゆっくり楽しめてすごい楽しかったね。なんか意識してもっとイタリアの人と喋りたいなって思ったな、うんうん、今日すごいその話してたよね。もうだから明日からね、もうちょっと実践していこうかなと思う。もっとね、なるも喋りたいな。じゃーん、選びた。
スケボーの棒。バンジャールナー。バンジャールナー。3日目か。3日目だよ。いや、朝のお散歩です。あ、おばあちゃん。あ、なんかすごい素敵な館がある。なんて書いてある？ピアノ、ピアノだ。ピアノ？ピアノって書いてあるよ。一度のピアノみたいな。あ？あ、振ってくれた？振ってくれた。じゃあ今日の旅の目標は話しかける。チャオ。チャオ。できた。今日はベネチアを離れてフィレンツェの方に移動します。オッケー、グーナル。今日乗る電車の名前は、今日乗る電車はなんだっけ、 P から始まるよね。違います。あれ、2日間お世話になった、ベネチアのホテルをチェックアウトします。バンジョルノ、バンジョルノ、チェックアウト。グラッセー。グラッセー。バーイ。電車来た。来たろ。どんな寝方だよ。びっくりした。読んでたと思ったら寝すの。はい、というわけでフィレンツェのサンタマリアノベッラ駅に到着しました。このイタリアの駅って改札がないんですけど、こういった簡易的な門だけあります。あるちゃん、見てあれ、すごい塔があるよ。今中央市場の方にやってきました。ホテルからめっちゃ近い。あ、すごい、もうすごい、なんだこれ、すごい、全然違うね。すごい、待って待って、すごいすごい。1436年に完成した。だよ。読んだ。すごい、壁画とか細かっ。めっちゃ石像あるね。色がとってもなんか綺麗。おいしい？え？そう。Yes. Thanks a lot. Have a nice day. こんなに大きいと思わなかった。あ、言葉が出ないよ。言葉にならないもん、なんかすごい、すごかった、マジですごかった。どうもー、イチナルです。イタリア来た回あったね、うん、圧倒されました。ラザニア屋さん、ラザニアのセットで、これ飲み物もついてくるし。チャオチャオ、こんにちは。チャオチャオ。ラザニアセットオーダー、OK？ ラザニア？ラザニア。OK。あ、コーヒーセット。セット OK。ラザニア。あ、座ってね。座って座って。あ、座って座ってって。日本語上手。おお。座って。レッドラン。チャオ。チャオ。ラザニア来ました。わー。湯気。湯気わかる、湯気。すごい。チーズが、上のチーズかなりトロトロ。断面図見てこれ、分厚くない？うん、うん、なんかボロネーゼみたいなミートソースがすごい効いてて美味しい。うん、おいしい、柔らかっ。 Thank you. やっせテキサイでウィザーディアン。やっぜ。やっぜ。美味しかったね。チャオチャオ、ありがとう。あ、もう暗くなってきた。早いね、早い早い。写真やっぱはかどるね。もうどこ撮っても絵になる。お、あ、なんかいる。いや、なんかいる。なんかいるよ。馬に乗ってる銅像があるよ。かっこよ。なんかギリシャ神話に出てきそう。コジモ一世の騎馬像らしいです。メディチ家かな。めっちゃ馬に見られてるけど、馬だけじゃん、ここの馬だけじゃん。ここにね、ダビデ像あるらしいんだけど、あー、あれだ、こちらですね、ダビデ像レプリカで、これはなんか知らなかったんだけど、ダビデ像は、うん、巨人ゴリアテをこの羊飼いの少年ダビデが投げ石で倒し、投げ石で、左手に持っての投げ石で、あれで巨人倒したんだって。いや、すごすぎでしょ。無理じゃね、無理じゃね。いや、どういうことあれ、どういう状況、え、どういうこと、
右手になんか金棒みたいなの持ってますよ。で、その下にあの座ってるのは殴られそうなんじゃん。安村みたいなポーズしてません？安村さんみたいな。もう見えてくる。大変そうだな。その若干の距離感。グラッツェ。全然何もしてくれない。なんかそういうこと思ったらね、紙をもらいましたね。ガリレオ。あ、ガリレオ？ガリレオ。うん、コーデオブコードエンエンフェジーエナジーね。コズミック、あ、いいよ、コズミック。え、で、何が言いたいんだろう。ガリレオを広めたい。この道めっちゃ綺麗。見て見て、フィレンツェ風もつ煮って書いてある。本当だ、フィレンツェ風もつ煮。どういうこと。あ、本当、あ、すごい。こちらが家庭おしゃれの店ですね。何これ、おしゃれで、おしゃれ、樽から水が出てる。なんかすごいよこれ。なんだこれ。イタリアはジェラートが有名なので、こういうジェラート屋さんをたくさん見かけます。イーチャンダイムが、うん、なんかイーチャンダイムとザラはなんかイタリア人にとってもなんか身近らしいよ。へー。さあ、これから向かいますのはなんかイノシシだっけ。あった、いた、あれじゃない。鼻を触るとまたここを落とせるっていうジンクスがある。また来れますよ。読めよ。なんでバサラクトだって。なんだ、そうなの。で、あんた入った。また来れますよ。はい、今からですね、ベッキオ橋っていうところに向かいます。フィレンツェで一番古い橋で1300年代に建てられたんだって。なんとこの賑やかな通り、この通り自体が橋になってて、まさにこれがベッキオ橋なんだって。あ、開けた橋に来たので、ここから川見れると思います。じゃーん、これがベッキオ橋からの景色です。絵画の世界に入っちゃった感じ。ここは高級ブランド店が立ち並ぶところらしいです。あ、ほら左なんて読むの、ほら、あれディオールって最近読めるようになった。そしてこっちはさ、ほらよく見えるでしょ、あれサーバス、サーバス、サルボドロフラガモです。あー、こうやって書くんだ。筆記体がちょっと鈍い。鈍いは筆記体がちょっと鈍い。左に見えますのはバーバリーです。バーバリーめちゃくちゃ可愛いんだよね。バーバリー大好き。買ったこともないけどね。バーバリー大好き。買ったこともないけどね。なる、あれ来たら似合いそう。え、右、右、右右かー。じゃあ一致これだよ。でもさ、若干さ、うん、細いマツコ・デラックスさん着そうな感じ。あ、細いね。ティファニー、ティファニーだ。ティファニーブルーっていうね。プラダ、プラダ、あれ本プラダを着た悪魔のプラダ。本当になんかプラダもっと違うロゴじゃなかった。プラダもっと違うロゴじゃなかった。こんなんだっけ。あ、アルマーニ、ジョージアルマーニ、ジョルジアルマーニ、ジョージアルマーニ、ジョルジアルマーニ。
あ、ステロウォーターが来たよ。フィレンツェで夜ご飯を食べるためにレストランに来ました。今回はトスカーナ料理をいただきたいと思います。メニュー見たら日本語書いてあったね。めちゃくちゃ気になっちゃったものがあって、魚の史跡のファンタジー。何これ、何だろう、魚の史跡のファンタジー。気になるよ。昨日も夜ご飯で会ったヤンヤンスケボーの棒です。こんなバケットがどこ行っても出てくるね、うん、水がガスあるかなしか聞いてくるね。そう、うれしさー。噛めば噛むほど美味しい、うん、じゃーん、お肉柔らかい、うん、ソースがめっちゃ美味しい。Thank you. I love Prego. You love Prego? That's what's up. Prego, いい言葉。肉に選ばれたかもしれない。なんで私のところに置いてくれたかって、私が写真ばっかり撮ってるから、うん、この写真映えするやつあげるよって、うん、映えしてる、映えプレミアム映えドーン、すごいよ、めっちゃ美味しそう。赤いドーン、ドーン、店員さんがダルダルイングリッシュのダルちゃんに似てんの。そう、グラッセ、プラグ、強い強い。フラッチェ、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 フィレンツェで迎える4日目の朝です。で、今日この後はローマのテルミニ駅で降りてローマを堪能していきたいと思います。いい情報があるの、はい、なんか雨雲が近づいてるらしいんだけど、ちょっと遅れてるらしい。よかった、楽しんでいきましょう。はい、OK。 わかる、グラッツェ、バイバイ。チェックアウト OK です。じゃあこれから電車乗ってローマに。はい、フィレンツェの駅に着いたんですが、私たちが乗るのが上から4番目のやつなんですね。ローマテルミニ10時13分で、その次ディレイ20って書いてあるので20分遅れなんだって。なのでちょっとカフェとかで時間潰そうと思います。さあ今ね、フィレンツェの駅のマックに来てます。で、今日今回来たファッションセットがめっちゃ可愛かったので買いに行こうかな。はい、じゃあまず私から行ってきます。いってらっしゃ い、 はい、めっちゃにぎやかやで、チャオ、ハッピーミールを注文したいと思います。マックトーストフルッタフレスカ、1個ずつ選ぶんだ、4つ分選ぶんだ。ハッピーミールプリーズ、ハッピーミール、ワンチューワンチューワンチューチュース。おーチーズバーガー、プリンゲーファンタテイクアウトプリーズ。お湯はありました、なかったのかな、なんか朝食タイムだからなかったっぽいな、なんか特別に作ってくれたっぽいんだよね。あ、グラッツェ、お金落としたの拾ってくれた、優しい。グラッツェ、聞いてよ聞いてよ、ハッピーセットないっぽいんだよね。あの朝食メニューしかなくて、今急いであそこのやつ買
言ってた。だからアッピーセットないっぽいんだけど特別に作ってくれた。おお、好きだったじゃん。本当だ。看板がないからもしかしたら違うの頼んだ方がいいかもしれない。それかハッピーセット OK みたいな。ちょっと行ってくる。怖い。さあ、英語が苦手な私が、メニューにないハッピーミールを頼もうとしています。ここ並ぶ列まず合ってるかな。怖い怖い。よし、前出しとこう。チャオ、ハッピーミールプリーズ。プリーズ、ハンバーガー、チーズバーガー、ナゲットソフトース。メイク、フィッティーソース、ケチャップ、マヨネーズ、バーベキュー。ケチャップ。めっちゃ分かりやすく説明してくれた。本当？うん。なんなく。なんか、多分同じレジの人だったの。あ、そう。私の時に、すごい日本人だみたいななっちゃって、うん、結構ね、トラブってたから、多分今マニュアルを確認しに行ってたから、相談してた偉い人と。おお。よかった。よかったよかった。よし、買いました。じゃあ、今買ってきたのを電車の中で開封していきたいと思います。さあ、無事、イタロに乗れました。さっき買ったね、マック公開していこうか。そう、なんだっけ、ハッピーミール。そう、かわいいね。そう、今ね、コラボでアドベンチャータイム。飲み物。はい、せーの、じゃん。あれファンタじゃないの。ファンタじゃない。モーターが来ちゃいました。私はピーチティー。あ、ピーチティー。ピーチティーだ。あともう一つ謎いのは、そうそう、これ日本にはないよね。どっちもストロベリー、うん、ヨーグルトのねフラゴーラ、なんだろう、すごいビジュアルっていうね、はい、あと私はナゲットのキャップです。いいじゃん、これ M が持ち手になってるの可愛くない。可愛い。で、ここ外していく。こうで、カツ。こんな感じ。同じかな中身。あ、ポテト。私もポテト入ったよ。はい、ポテトがあって。私はチーズバーガー選んだので、チーズバーガー入ってました。ナゲットこんな風に入ってるんだ。箱じゃないんだね。せーの。一緒やん。メインやん。まあまあまあ、メインキャラクターです。そうですね。でも私この方が好きなんです。お互い違うのが当たったらよかったかなと思ったんですけど、これなんかね、開くとゲームなんだって。それでは、いただきまーす。美味しい。味は変わらない。はい、チーズバーガー。まあ、特に変わらないかな。ちょっとパン硬いめ。そんなことないか。やっぱ若干パン硬めかも。ナゲット、ナゲットなんか、なんだろう、日本のやつより色が薄い。衣がゴツゴツしてる気がする。なんか色も薄くない。うん。ケチャップ、マヨネーズ。マヨネーズ、うん、バーベキュー。マスタードないんだ。マスタードなかった。ならマスタードがやっぱりです。いただきます。日本と変わらないけど、うん、衣がちょっとパリパリしてるかも。美味しそう。あ、ダモンって書いてある。いただきます。あ、美味しい。うまい。飲むヨーグルトだ。ジョア、いちごヨーグルトだ。めっちゃうまい、これ。ただなんでこんなイケメンなのかは謎です。じゃあおもちゃも見てみよう。たくさん種類あります。あ、自己紹介が書いてある。フィンの。あ、なんか紙入ってる。着せ替え。こうやって、ほら。面白くない。あれ、何もしてないなる。ゲームをやるときはこの顔がない方がやりやすい。ブラッシュコーラ見えるかな。あの、ちっちゃい鉄球をこういう風に動かして旗のところに導くんだって。来た。あ、あ、行き過ぎちゃう。よし。あ、はい、というわけで今回はイタリアのマックでハッピーセットを買ってみました。すごいハマってる。結構ハマるよ。もう世界共通だね、マックは。皆さんもなんか海外のマック事情知ってたら教えてください。ということで、また明日の動画でお会いしましょう。ごきげんよう。